はい、カオサン通りの横一本道ですね、横の道ですね。ルアムルディに来ました。ルアムルディのちょっと夜の風景、こんな感じでございます。めっちゃ外国人増えてるし、全然マスクしてへんし、相変わらずですね。でもこの通りは結構平和な気がします。音楽も結構そこそこ賑わってますけどもね。いやー、外国人マスク率ほぼ 0%、 すごいな。マスクしてるのはタイの人ですね。すごいな。かなり賑やかですよ。いいですね、このバックパックを背負った外国人の人たちね。めっちゃ賑やか。どこだよこれって思いたくなるような、こんな光景が広がっております。カオさんの一歩裏だからって言ってね、静かじゃないですね。なんだかんだとやっぱりうるさいです。この辺のレストランってすごいですね。フラブリッツ高し、これオープンエアって言ったらいいんですかね。オープンテラスになってるレストランが多いですね、この辺りは。市内のマッサージ屋さんとかもね、多いし。でこの後カオサン中も通りますけれども、カオサン中多分すごいうるさいんだろうな。大体カオサン、でもね、正直言いましてね、カオサン通り映すのはいいんですよ。映すのはいいんですけど、結局ね、もう音楽がね、いろいろかかってるじゃないですか。その辺でも著作権うんぬんでね、大体カットされちゃうんですよね。でカオさんの入り口、ルアムルディの入り口といいかな、ナイトマーケットっぽいような感じのところになってます。ここら辺がやっぱり賑やかでいいですね。どんな感じかお見せしましょう。今通ってきたときはこんな風に賑やかになっております。食べ歩きに持ってこいですよね、こういうところは。こうタイのお菓子とかも非常にたくさんあります。こんな風にね、美味しそうですね。ここをまっすぐ行ってもいいんですけど、ちょっとこの辺ちょっと見てみましょうか。ラーメンとかね、ここパン焼いてますね。お、焼きもろこしもありますね。すごいな、この辺の公園のところ、公園というかね、ただあれなんですけど、ここら辺もすごくこう賑やかになってますね。パッタイ屋さん、ラーメン屋、あ、ここら辺ガイアンのお店かな。ガイアンプラドックありますね、売ってますね。あ、ハノム東京、この辺りもサトウキビジュースのお店とかもたくさんありますね。こっち賑やかな。ここはなんだ、なんかここなんかテント張ってありますね。なんか明日イベントでもするんでしょうか。まあ、テントが張ってあります。あ、ここ美味しそう。バミー、鳥、ここはカオマンガイのお店、たくさんやっぱお店ありますね。でこの辺すごくバックパッカーの人も多い場所ですね。でちょっと、あ、ここら辺からなんかバス乗るんですね。南ユアンだからロンプラヤボート、パンガン方面行くバスですね。すごいな。ちょっとここ U ターンします。この辺、あのバスに乗ってこのまま多分スラタニかどこかまで行って、それから船に乗ってパンガン島に渡るという感じでしょうか。
すごい賑やかですね。バックパッカーの方たちはやっぱり自由に時間がねたくさんあるから結構やっぱ戻ってきてますね。はい、ちょっとここ中入ってきます。あー、ルークチンとかも美味しそう。ここいいイカ焼きもあります。フルーツ屋台もあり、お寿司もありますね。いやいや、なかなか楽しいじゃないですか。やっぱりカオさん、賑やかだよね。マッサージ屋さんとかもありますし。さて、この後はザ・カオさんに入っていきましょうか。一応ね、オリジナルで普通に撮るんですけれども、音楽でダメになる場合は、また別の音楽をかぶせますので、その時は申し訳ないんですけれども、あの著作権で音楽がダメになったと思っていただければ幸いでございます。YouTube さん結構きつくてね、もう1曲でも入っているとね、もうその動画全部著作権侵害というふうなことで収益も何もなくなっちゃいますので、そのあたりは結構厳しいところでございます。で、この後川山通り入っていきます。はい、川山通りの入り口まで来ました。果たしてバイクは入っていけるんでしょうか。ちょっと行けるとこまで行ってみたいと思います。もうタクシーでブロックされてますけれども、行けますかね。行けるんやったら行くんですけど、まあ、ちょっと入っていってみましょう。行けそうだ、行けそうだ。はい、川山です。一応ね、歩行者天国にはなってないんですよね。もう完全にね、もう歩行者天国にしたらいいのにと思うんですけどね。音楽が大変、非常に大きい音で聞こえてると思いますけれども、ピンマイク通じてもだいぶ入ってると思いますよ。ここの2階も開きましたね。
しいですね。この辺の中のホテルとかは結構幸せですね。私の声聞こえてますかね。すごいですよ、この辺クラ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 。はい、カオさんの入り口まで戻ってきました。戻ってきたというか、ようやく静かになりました。大体まあこんな感じでね、カオさん通りごっつい賑わっております。こんな感じです。どうでしょうかね、カオさん通り、なんとか楽しんでないですか。エビもイカも売ってます。いやしかし渋滞もすごいしね、この辺。はい、カオさん通り散策終了です。まあ、ちょっとまた違う場所行きます。ラーシャタムの通りまで戻ってきました。ちょっとライトアップされているところをもうちょっと見たいと思います。めちゃめちゃ綺麗です。はい、ちょっとストップしまして、はい、カオさん通り渡ってまいりました。なかなか音楽うるさいですね。ヘルメットかぶってますし、で音はねピンマイクで音とってますけれども、ちょっとねまたどんな感じか聞いてみたいと思います。はい、それじゃあまた別の場所行きます。はい、毎度毎度激混みのヤワラ通り中華街来ました。しかし本当相変わらず混んでますよね。まあ、混んでる理由は分かってはいるんですけどね。この辺りから見る写真が一番綺麗に撮れるような場所ですね。だからせいか、こんな感じでたくさん写真を写している方がいらっしゃいます。ここら辺がね、すごい一番の撮影スポットって言ったらいいですかね。スカラーシャークフィン、チャイナタウンスカラー、こちら1号店になります。こっちのね、2号店の方がなんかこうおしゃれっぽい感じがしてね、僕は好きですね。土日もそうですけど、今日水曜日ですからね、これそれでこの渋滞ですから大きいですよね。なんで渋滞してるかというのはもう本当にね、目に見えて分かっているんですけど、この先がね国交車線国になってるんですけれども、一部がそこのね、どうしても車線が少なくなるからっていう理由ですよね。すり抜けもね、なかなかしづらい場所になってますんでね、走るのも難しいですよね。
ここら辺からこう一車線がね歩行者天国、両脇一車線一車線が歩行者天国になりますから、それでどうしても混むし、でそこにね駐車する車もたくさんいるからっていう感じですよね。もうちょっと立ち寄って買うだけだからとかね、タクシー止めるからっていうパターンで車が止まってしまって渋滞するという感じですよね。はい、屋台シーフード系美味しいお店です。ごっつい人ですよ本当に。こんな感じのね、いや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 、もう止まるのか行くのかはっきりしてくれないと。こんな風に両方にねお店が出てますから、左側の方がやっぱ多いですね、お店は。それでも右側もね結構食べ歩きするにはいい感じですよね。そんな感じの中華街でございますけれども、もうこの先行ってもしゃあないんで、ここ右曲がります。ここ右曲がって行くと、まっすぐ行くと地下鉄の駅のとこ出れるんですけれどもね、その辺もフカヒレとかツバメの巣とかそういったものが、まあ、中華系のものが一般的に大体食べれる場所ですね。いやいや、ごっついごっつい。中華街はね、こういうふうに屋台のところで食べるのがやっぱりこうらしくていいですよね。今はねもう地下鉄の駅からすごい近いんで、だいぶ楽になりましたよね。このワットモンコン駅、地下鉄のフォアランポーの次の駅ですね。そちらの駅からは非常に来やすくなりましたんで、本当にね気軽に来れる場所ですから、皆さんやわら中華街来てみてください。僕のおすすめは屋台のシーフードです。赤色の方。はい、中華街散策、まあ、さっとしましたけども、こんな感じでございます。